はい。B 級予想家です。12月の30日に開催されます、え、イリングランプリ2021の11月24日時点での予想というのをですね、作成させていただきました。今後変わる可能性があるものではあるんですけれども、ライン構成から狙い目まで予想の方をさせていただければと思いますので、ご覧いただきたいと思います。 まずメンバーになります。まずメンバーですね、えー、とご覧の9選手になりまして、私の方でちょっと位置の想定は、選手のお名前の隣にあるような形で考えさせていただきました。で、えー、まずラインをですね、えー、と構成を図にしたものがございまして、そちらをご覧いただきたいと思います。 ラインの構成の予想なんですけれども、関東ライン3社、先頭が吉田拓也選手になりまして、番手は宿口選手を想定しております。で、3番手に平原選手、まあ、これは番手と3番手、もしかしたらちょっと変わる可能性っていうのはあるのかなと思うんですけれども、こちらで考えさせていただいております。で、続きましてが、神奈川・東北ライン、先頭が郡司選手になりまして、番手が佐藤慎太郎選手、3番手に森澤選手で想定させていただきまして、この番手と3番手はもしかしたら変わる可能性秘めているのか。 かなという,ふうに思っておりますで続きまして、えー、広島山口コンビでこれがあの清水選手と松浦選手なんですけどこれもあの先頭と番手がですねあの変わる可能性あるんですけれども、まあ、昨年が松浦選手が前で、えー、清水選手が番手だったんで、まあ、その逆になるんじゃないかなということで想定させていただきました。で続いて短期が故障、えー、選手という形になります。 で続きまして、ケーリングランプリの、えー、と特徴というのをですね、私の方であの考えてみたものがありまして、そちらをご覧いただきたいと思います。まあ、ケーリングランプリの特徴ということで、えー、と2002年にあの行われました立川のケーリングランプリで、あの山田裕二選手がですね、優勝されてから、2003年以降の優勝者はですね、えー、とラインの先頭選手というのがなくてですね、ラインの後ろの選手か、もしくは短期の選手が優勝をされている。 で、2着。3着はま戦闘の選手っていうのがあるというのが特徴としてあります。で、あと、参考な筋からは個人の戦いになってきて、えー、後ろの選手がですね。優勝で前の選手の2着、3着がない傾向があるかな。まあ,あの番手まくり的なレースが多いかなというふうに思います。で、それをまたラインの構成の図にちょっと戻しますと。とこのオレンジでついているのが、あの番手と3番手えー、と短期っていう形になるんで、ここから優勝が出るんじゃないかなというふうに。 ちょっと考えてみましたで、えー。狙い目なんですけれども、狙い目としては番手まくりを指す平原選手から行ってみたいと思いますで。現時点では2段掛けのハイペース展開を指す平原選手を本命とさせていただいて、自力迫る郡司選手を対抗にさせていただきました。で1着、平原選手、2着、郡司選手から古翔、えー、選手、佐藤選手、森澤選手に流すというような。 予想で考えさせていたた。だきましたでこちらはまた更新していきたいと思いますのであのご覧いただければと思いますので、えー、本日はご視聴ありがとうございます。